年度末のバタバタももう少しだなっていうところまで来て、ちょっとだけ気持ちにゆとりが出てきた元皇居のエアコン担当の秋兄です。本日も皆さんのエアコン選びのちょっとしたお役に立てるような動画を配信していきたいと思います。今回お送りするのはかねてから予告させていただいていた省エネ機種の中でのおすすめがどれかについてお話をしていきたいと思います。省エネ機種これまで、僕の動画の方で、おすすめのメーカーだったりおすすめの機種だったりということでお話をしてきたときに再三再四フィルターの清掃機能がない方がいいですよというお話をさせていただいてきました。ところが省エネ性能の高い機種に限定するとそこはもう先で通れないフィルター清掃機能付きの機種ばかりになってしまうんですね。なのでこれまではおすすめをしてきませんでした。ただこれまでの動画を見た方々からとは言ってもやはり省エネ性能にこだわりたい、広いお部屋につけたいから結果的に省エネ性能の機種にならざるを得ない、だからこそ省エネ性能機種の中でおすすめがどれかっていう動画を出してほしいというリクエストをいただきましたので、今回それにお答えする形で今までの基本的なおすすめ路線とは違って、あえて省エネ機種に限定するならばという形でお送りしたいと思います。ある程度ちょっとヒアリングをね今回してみようかなと思いました。でヒアリングをする相手、ヒアリングをした相手というのは、家電量販店のスタッフさんです。これは、当然ね皆さんもご存知のような家電量販店さん何軒かありますが、その中のスタッフさんで、その中で当然その量販店さんの社員さんもいれば各メーカーさんから派遣されている方々もいるわけですよね。でそういった方々と何人かいろいろお話をさせていただいて、当然メーカーの方々というのは、自社の商品を一押しにしてくるわけですよ。それはもうね当然のことなんですね。なんでその方々は逆に言えば各メーカーのデメリットを教えてくれるわけですよ。これもね過去の動画で、上げたことがあるんですけど、やはりそういったものをいろいろとトータルで聞いていくことによって、結果的に信頼感の高い機種ってものがおのずと浮かび上がってくるんですね。なので今回はそういった形で、皆さんに配信するためにより客観性を持たせようということで各量販店さんのスタッフさん、それとメーカーから派遣されている方々と、それとそれにミックスして自分の経験を合体させてお話をしたいと思います。さあさあ前置きはこれぐらいにしまして、早速お話をしていきたいと思います。フィルター清掃機能付き、いわゆる省エネ性能の高い機種でおすすめの機種は何か、これはね、やっぱりそこだったかっていうのが率直な感想でした。それはどこかと言いますと三菱電機の Z シリーズです。メーカーそのものとしては三菱電機はねかねてから僕は一押しのメーカーさんの中に入れていたので、そこはなんかこう割と納得だったんですよ。ただ意外だったのがもっとね僕ダイキンの商品の評価がそのいわゆるメーカーさんやね量販店の販売員さんの中で高いのかと思ってたんですよね。実際にその換気性能がついてるとか加湿機能がついてるとか、やはりそのユーザーさん目線に立ってる機能っていうのがあるので、そういった意味では非常に売りやすい商品だと思うんですよ。ただその中で、ちょっと今回ねヒアリングした中では三菱を推す声、特に Z シリーズを推す声というのが多い反面、こういったねダイキンのメーカーのものっていうのはちょっと推しの声が少なかった。ちょっとそういった意味では自分たちの考えていることと
一致はしていつつも、もうちょっとこう評価高くてもよかったのかなと思う意味では意外でした。はい。さあ、じゃあそれでどうしてじゃあ三菱の Z シリーズなのか。三菱にもね、上位機種っていうのはいろいろあります。いろいろある中で、なぜ、Z シリーズだったのか。っていうことについてお話をしていきたいと思うんですが、まず大前提として三菱の評価が相対的に高かった理由、その一つ目として、やはり自動清掃機能、フィルターの自動清掃機能が外せるっていうところですよね。通常は道具を使ってかなり難解な作業をして外すっていうケースが多いんです。ところが三菱のこう外せるフィルター清掃機能っていうのは、フリーハンドでね、手でガシャガシャっとこう簡単に外れて、かなりの部分がメンテナンスができるようになる。これは、セルフメンテナンスをきちんとやりたいという人にとってはやっぱり非常にセールスポイントとして高かった。そういった意味ではまず三菱のその外せるフィルター清掃機能というのの評価がまず相対的に非常に高かったです。その上でじゃあなぜ Z シリーズだったのかっていうことになるんですが、まずセンサー機能が秀逸なんですね。これ多くの方々が、もしかしたら誤解をされてるかもしれませんが、どのメーカーにも人感センサーっていうのありますよね。その人を感知してそれに合わせて、快適な温度設定にする、あのセンサーのクオリティっていうのが、実はメーカーごとに結構ばらつきがあるっていうことは言われています。で、その中で三菱の場合は、センサーの精度が非常に秀逸だっていうことが挙げられます。なので、やはり省エネ性能を高めようとすると、やはりその快適な温度、にいち早く持っていかなければいけない。そのためにはその室内の温度のばらつきをいち早く感知しなければいけない。そういった時にまずそのセンサーそのものの精度が非常に高いということ、それとセンサーのついてる位置というんですかね、これは他メーカーさんの場合は、要はこんな形で見ていただければわかるんですけど、パネルの前面についている。なのでこう設置場所によっては、部屋の前面、百何十度かに限って、検知をする。ところが、Z シリーズなどは、このような形で、センサーが降りてくる形になっているので、非常に広範囲で、お部屋の状況を把握することができるというのもやっぱメリットの一つになってくるかと思います。そういった意味での、やはりセンサーの秀逸さと、それと本体そのものが持っている省エネ性能、また三菱電機のメーカーとしての信頼感、そして、先ほどから申し上げているようにフィルター清掃機能が手で外せることができる、そういった意味で、限りなく僕が、押しにくかったという意味での、いわゆる省エネ性能機種、ごめんなさい、省エネ性能が高い機種についてるデメリットの部分がとても軽減されてる。その上で省エネ性能機種のメリットの部分が非常に他メーカーに比べて秀逸だっていうところで、三菱電機の Z シリーズをお勧めしたいと思います。ただちょっとこれはね、気をつけていただきたいんですが、じゃあフィルター清掃機能が外せるからといって、エアコンの洗浄を外部に委託した場合にどういう扱いを受けるんだという点に関してなんですが、これはエアコンの洗浄をお仕事としてされている、いわゆるフランチャイズの方々や、一人でねフリーでやられている方々に話を聞いてみました。そもそもそのフィルター清掃機能が外せるっていうモデルで出てきたのがまだ数年っていうレベルなので、実際にどうなのか、実際そういった機種を洗ったっていう事例がね、まだまだね少ないんですよね。で、そうなってくると、例えばフランチャイズの場合には、要はそのフィルター清掃機能がついてるかついてないかの2択になっているのが現状なんだそうです。なので外せるからといってフィルター清掃機能がついてる以上、今の
フランチャイズの仕組みの中ではフィルター清掃機能がついているものとして、対応していくことになっているよっていう話でした。ただ一方で、とはいえねってこうそれだけ外せるんだったら、まああの例えば僕からのね依頼であればやってみたりもすることはできるよっていうことを言ってくださってる方もいらっしゃったので、これは皆さんのちょっとお願いをしてみたらいかがかなとは思っています。ただ先ほど来申し上げているように今の段階ではたとえスムーズに外せてかなりの部分がねお掃除しやすい状態にまでできたとしても、今の段階ではフィルター清掃機能付きか付きじゃないかの2択で分かれているそうなので、そういった意味ではそういう今回の三菱の機種を買ったとしてもエアコンの洗浄外部に委託する場合には通常の割高な洗浄作業になる可能性はあります。なのでそこだけは何ていうんですかね、そのご注意いただきたいと思います。ただセルフメンテナンスをするご自身でフィルターをきっちりとね、ざっくり取れてる清掃機能のものをさらに細部まできれいにしたいよとか、アルミのフィンの部分やファンの部分をご自身できれいにしたいよというセルフメンテナンスに限って言えば非常にやりやすい機種になっていますので、そういった意味でもこれを選ぶ意味はあるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は、おすすめの省エネ性能の高い機種でおすすめは何という切り口で、お話をさせていただきました。なるほどな、納得したよっていう方はぜひチャンネル登録、そして、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のハキニでした。それでは失礼いたします。いかがだったでしょうか。今回は今までのね動画と違ってちょっと実際のエアコンの販売に携わっている方々からヒアリングをさせていただいた内容も加味してお話をさせていただきました。実際ね今回そのダイキンの評価っていうのが三菱電機に比べて今一つ高くはなかったんですが、やはり換気性能がついてるっていうものになると、やはり配管の径がね少し大きくしなければいけない、要は壁に開いてる穴の大きさを大きくしなければいけないとか、そこまで大きな換気量が稼げないとかね、また加湿性能についてもそこまで大量に加湿ができるわけではない、もっと言えばそのかねてからね言ってるようにシンプルなエアコンプラスちゃんとした空気清浄機、ちゃんとした加湿器を使ってやった方が結果的にいいんじゃないかというやっぱり考えが多かったように思いました。ただやはりボトム機ね、こういったシンプルな機種についてのダイキンの信頼性というのがこの動画で決して揺らぐわけではないですよということだけは分かっていただきたいなと思います。さあそういった意味で今回の皆さんにとっての省エネ機種のエアコン選びのお役に立てたでしょうか。少しでもね、お役に立てたんであれば幸いに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。